うさぎのぽんちゃん、空を飛ぶ。今日のお話は、空を飛ぶうさぎさんのお話です。一つ聞きますよ。うさぎさんって、空を飛びますかそうですね。どんなお話か、聞いてみましょうか。 あるおうちに飼われていたうさぎのぽんちゃんはご飯をもぐもぐ食べながら空を眺めていました。飼い主さんは優しい女の子でお庭にあるベンチに座りながらお膝の上でいつもぽんちゃんにご飯をくれます。なでてもらうのが気持ちよくてお腹もいっぱいになるし その時間がポンちゃんも大好きです。しばらくすると、ピンポーンと、誰かが訪ねてきた音がして、お母さんが女の子を呼びました。女の子は、ポンちゃんを抱っこしたまま、お家に入りました。ドレスアップした女の子のお友達が集まって、 両手いっぱいに何かを持っています。何だろうポンちゃんは女の子の腕の隙間から覗きました。ケーキや箱、お花、あと、ポンちゃんは目の前にあるふわふわしたよくわからない丸いものたちに目を奪われて身を乗り出してみました。 お花もくんくんなんか変なの生き物ではないようですお誕生日おめでとうお友達が口をそろえて言いました女の子はにこにこしています女の子は今日がお誕生日だったみたいですねみんなは楽しそうに それらを全部お庭に持って行ってゲームをしたりプレゼント交換したりその間ポンちゃんも草をかじりながらもいろんなプレゼントの匂いを順番に嗅いだりツンツンしてみたりしましたそしてソファーに結ばれたあのふわふわ浮いている者たちの正体だけが どうしてもきになっておそるおそるちかづきましたひもをひっぱってみるとついてきますしはなすとまたそらへもどろうとしますふしぎですポンちゃんは「あしまった」と思いましたついついたのしくなってまたひっぱったら 紐が切れてしまったのです。急いで口にくわえて飛ばないようにしました。女の子に言わないと。すると、その時ちょうど強い風が吹きました。ビューンポンちゃんは気づいたらお空の中にいました。 怖くて目をつむりましたが、ふわっふわっと浮いている感覚は初めてです。女の子に抱っこされている時とも違います。ふわっふわっ、どんどんお空に吸い込まれていきます。女の子のお家が遠く遠くなっています。 行きたいところに行けるのかしら。ポンちゃんは足を動かして歩いてみました。そうすると前へ進むではありませんか。ポンちゃんの目がキラキラ輝きました。私、空飛ぶうさぎ第一号じゃないかしら。楽しくなってきたポンちゃんはそうやって 空中を歩いてみました。いろんな景色が目の前に広がっていきました。鳥さんやタンポポの綿毛、飛行機、みんな挨拶してくれました。空を飛ぶってこんなに気持ちがいいんだね。太陽は女の子みたいに暖かいし、雲は ふかふかのお布団と同じでした。どれくらい時間が経ったでしょうか。空の色がオレンジ色になったので、ぽんちゃんはそろそろ帰ろうと思いました。なんだか女の子に会いたくなってきたからです。さっきまでずっと笑って気持ちいい空気をいっぱい いっぱいすっていたぽんちゃんは、女の子のことを思い出して、お胸がなんとも言えず重くなったので、息をふーっと吐きました。すると、ゆっくりゆっくり降り始めました。雲からだんだん町が見えて、ぽんちゃんのお家が見えました。 ポンちゃん、お帰り女の子は手を差し伸べて、ポンちゃんが降りてくるのを待ってくれていました。ふわっ、ふわっ、ふわっ、到着女の子はしっかりポンちゃんを抱っこしました。よかったぽポンちゃんは、 少し疲れたのか、女の子の温かい腕の中で目をつむりました。やはりここが最高の場所です。二人で女の子の部屋に戻りました。今日はゆっくり眠れそうです。さて、今日のお話はこれでおしまいです。 丸いものが何か分かったかなおやすみなさい。また明日。